はい、皆さん、毎度毎度。サンダーで紙やすりでしょなんかね、あの、紙やすり見た感じね、あの、柔らかいもんって削れねえような気がしてたんだよね。あの、人工大理石とかさ、硬いものああいうのはさ、シャーっといけるけど、なんか柔らかいものはさ、なんか滑って、うん、なんかどうかなってちょっと疑問があったんだよね。で、サンダーって意外と疲れんだよね、重くて。<laughs> ジグソーも疲れっけどね。 んで、なんだかサンダー使わないでジグソーでやったんだけどね、あのジグソーの歯も切れなかったね。あとサンダー歯交換したりさ、意外とやかましいじゃんあれちょっとね、億劫なんだよね、サンダーってね。まあ、あの、なんかバイクの時ね、なんか頭のんね、軽くなるっていうかあれ、なんなんだろう。貧血に近いって言えば貧血にけんかな。だけどそこまで悪い症状じゃないんだよね。なんかなんなんだろうなって感じ。横 G とかで血が抜けちゃうんかね。<laughs> 縦 G とか横 G とかで。まあ、あの、バイクってのはね、加速がね、低速。まあ、うちのは 110cc で低速ぐらいしか加速感味わえないけどね、あの、加速感がいいんだよね。コーナーリングの横 G とね。<laughs> まあちょっと危なくない。あとちょっと気になったのが、アンジェム先生ね、匂い問題ね。これ匂いね。で、匂いが問題で CMC 使わないっつんだったらね、やっぱお客様とよく話した方がいいよね。本当に嫌いな、 匂いが嫌いなお客様ってのもいるしね。んで、実際、CMC 買って匂い嗅いでみるとね、大したことないのよ。まあ、自分の鼻がバカになってけど、あの、見るもん、プレジウムの一番強い血をあれですらね、これ、え強いの匂いするみたいな感じなんだよね。まあ、でもね、ま、部屋ラーしてる方、プレジウムの CMC の多分 N あたりがいいんかね。N あたりを買って、お客様に、うん、新しい薬、 まあ匂い問題あるけどってんでね。で、しかも縁石入れないで、まあ時間も早くてね、それほど痛まないと。2、3回かけるとかなり髪質が改善されるなんてネットで結構騒がれてると。まあそう言ってね、お客様に洗濯させるっていうのが手だよね。どちらがいいですかって自分の意見じゃなくてね。でもパーマ液変えるってのはね、今まで積み上げてきたものが一気に崩れるからね。これ難しいよね。緊張するしね、怖いしね、喉はカラカラになるしね。 あ、でもね、うちも昔、システアミンまあ、ああの、リボルワもうシステアミン系でしょ血を入ってるかもしんないけど、システアミンをさ、加温してかけるとさ、チリチリになるんだよね。濡れてるときは柔らかいパーマンなのよ。太めで巻けばね、一応は毛先がなんか引っかかるぐらいのかかりになるかもしんないけど、うーん、ってのあるよね。今はだいぶ改善されたかもしんないけど、ちょっと使ってないからなんとも言えないけどね、システアミンを加温するっていうのは、なんか、 たまに来るんだようちのお客さんもねこれなんかシステアミンの匂いさせてさでチリチリバリバリでも濡らすとしっとりいいパーマなんだよねね無理やり CMC 使えたってねまあ個人の自由でいいんだけどね何も全ての美容師さんをねうちと同じやり方させるってのもね問題があるからねまあまあ適切に判断するってことだよな うんちょっと心配って言えば心配だよね。心配性だからね。親父になると心配性になって口うるさくてしょうがねえからよ。<laughs> はい、お疲れ様でした。